こんにちは現在は私は楽天回線の固定回線の実験をルーターを使って usb テザリングで行っていますそれについてはこちらの動画で紹介しました楽天回線の固定回線か wi-fi ルーター rt-ax56u による usb テザリングの方法今回はルーターとスマホによる usb テザリングでの通知速度の測定をした結果をお載したいと思います 通信速度の測定に利用した環境はこちらのようになります。固定回線化の構成です。それは Wi-Fi ルーター RT-AX56U ハインプラスファーウェイのスマホ PQ ライトですね。通信速度の測定機器ですけれども、1.Windows 10デスクロップパソコン、有線 l a です。2.iPad Pro 3rd Generation、無線 LAN 5G です。3.AQUOS SENSE 2 SH-M08、これも無線 LAN の 5G です。 測定ソフトですけれども 1Windows10 のデスクトップパソコンに関してはスピードテスト .net というサイトで測りました2の iPad Pro のサーズジェネレーションはスピードテストという iPadOS 版のアプリを使いました3の a c r o s t Sense2SH-M08 は測定ソフトはスピードテストの Android 版を使いました 次に実際に測定した結果についてお伝えしたいと思いますこちらの動画をご覧ください 測定結果をまとと、めままますす。こちらの表の表ようになります、ま、ず1番の Windows 10デスクトップパソコンこちらは有線 LAN で測りましたけれどもダウンロード通信速度が 64.14Mbps アップロード通信速度が 39.54Mbps ピンが3 2 m 秒です2の iPad Pro の 3rdGeneration 無線 n の 5G ですけれどもダウンロード通信速度が 47.8Mbps アップロード通信速度が 42.4Mbps ピンが41ミリ秒です3のアコースセンス 2SH-M08 こちらも無線 LAN の 5G ですけれどもダウンロードの通信速度が 51.2Mbps アップロードの通信速度が 41.9Mbps ピンが28ミリ秒となりましたいかがでしたでしょうか今回測定したのは 3つの機器ですけれどもいずれの機器でもダウンロードで 50Mbps 前後アップロードで 40Mbps 前後の通信速度が出ていますまあある程度の速度はできてるって感じですねただルーターとスマホによる USB テザリングでの通信速度は直接スマホとパソコンを USB で接続して測った時よりも遅くなっている感じがしますまあルーターを使った場合は通信速度を各デバイスに割り振るため ある程度の速度低下は仕方ないかもしれませんけどねあとちょっと気になる点は今後楽天回線の利用者が増えてきたときにこの通信速度がどうなるかです多分遅くなると思いますただ私は基本的に楽天回線を自宅でしか利用していません私の自宅は住宅地にありますのでもし周りに楽天回線を利用している人がいても 楽天回線の利用頻度はそれほど高くないいように思いますなぜなら自宅であるならば光回線を使っている人が多いので光回線による w i f i を使うことが多いと思うからです。ですのでしばらくは楽天回線による固定回線化の通信速度は落ちないように思います。ただ定期的に通信速度のチェックはしていくつもりですけどね。今回の動画はこれでおしまいです。 ご視聴ありがとうございました。